ですね。チェルシーのキックオフで後半開始です。欠かせない存在です、アシュリー・コール。このパスはいきません。タッチラインを割ります。スローインはアーセナル。セスク・ファブレガス、ボールは再び外に出て、もう一度スローインです。このパスの先には誰もいません。スローインになります。やはりプレスも厳しい。もう一度スローインです。絡んできたのはランパード。ドログバがここに出てきます。厳しく寄せます。激しくボールに食らいついていきます。このシュートは決まりません。先ほどの得点とはちょっと違って難易度が高かったですね。ディアビ、サニャ、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここにいるのはアネルカ。ドログバ、このシュートは失敗。ドログバのシュートは決まりません。アシュリー・コールが絡んでいきます。振り抜いた。このボールはどちらが取るか。フランク・ランパード、ここにはアシュリー・コール。マルーダ、これはパスミスになった。ボールにはファブレガス。これはファンペルシー。アルシャビン、ホイッスルが鳴ってファール。フリーキックとなります。デニューソン、ここは体をうまく使って奪った。ゴールが見えてきた。ここでシュート、入った。これはナイスシュート。決めましたね、岡田さん。やはりキャプテン、頼れる男です。そうですね、こういうところに出てくるあたり、さすがですね。